皆さん、こんにちは。こんにちは。チームイレブン報告のカフェスタが始まりました。ちょっとかなり見てる画面とタイムラグがあるので、ね、ごめんなさい、ちょっと感覚がおかしかったらご了承いただければと思います。まあ、要するにもうカメラだけ見て、カメラだけ見て、はい、はい、局長、夏も終わって秋が深まってまいりました。はい、なんか恋の季節ですよ。そうですね、恋の季節ですね。恋といえば、なんか最近恋するフォーチュンクッキーがなんかすごく話題になってるんですけど、あれいいですよ ね。こう YouTube とか見ると、はい、結構いろんな会社だったりとか、神奈川県庁とかね。そう、うちの地元もね、はい、国立市っていう町があるんですけど、はい、ここがですね、はい、フォーチュンクッキーをやっていてですね、やっちゃったんですよ。先起こされちゃったんですね。本当はね、ちょっと青年局でもね、はい、ちょっとやってもいいかな、フラッシュモブでもやりますか、思ったりしたんですけどね。まあ、石破幹事長が心よく出演してくれるかどうかが鍵だと思います、ぜひ大島先生ですね。大物に、ね、大物に、まあ、自民党の各総裁室とか幹事長室とか、ね、使って、うん、使わせていただいて、やりたいな。まあ、なかなかあれやると、はい、こう組織のこう少しこう士気も上がったりとか、はい、うん、ね、あとなんかすごくそういういい雰囲気が、はい、その他の人にも見てもらえて、はい、まあ、そういう意味ではすごくいい企画ですよ ね。ぜひ、はい、局長のリーダーシップで、はい、センターで、センターで、怒られちゃいそうな気持ちでもないですけれども、検討してみたいと。スペシャルゲストはこういろんなところにこうポッポッと散らばってね、はい、行きましょう。検討してみたいと思います。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、先にいいですか。はい、どうぞ。はい、まずは僕、はい、熊谷代理に言わなきゃいけないことがあるんですけれども、はいはい、日本一おめでとうございます。どうも。決して私が日本一になったわけではございませんので、はい、東北楽天ね、はい、でもみんなパチパチパチってやってくれてるってやっぱり分かってるんですよね。もう局長も私もしっかりとつけていただいております、はい、東北楽天がですね、日本一になって、はい、本当に嬉しい限りで、もうこれをきっかけにですね、我々も被災地の被災者もですね、こう自立の一歩を二歩を、ね、こう歩んでいければなというふうに思っておりますので。実際地元の盛り上がりとかはどんな感じだったんですか。はい、いやー、すごかったと言いたいんですけども、僕はその時ですね、局長と一緒に高知にいましたので。そうでしたね、そうでしたね。ブロック会議でね、ブロック会議で高知にいましてですね、で2人で ね、お祝いしましたよね。はい、お祝いして居酒屋にいたんですけども、はい、大将にですね、ちょっと楽天かけてったらダメですって言われて、あ、ここは巨人ファンのところだったなと思いつつですね。でも、まあ、本当に祝っていただいて、ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。今日はその高知県のお話ということで、よろしいんでしょうか。違いました。違いました、はい。第17回のチームイレブンは、前々回は千葉県でした。で、今回は石川、はい、次長のですね、ご地元ということで、地元に茨城県ということで、はい、我々も茨城県にずっと入りたいというふうに思いつつもですね、なかなか入る足を運ぶことができなかった。でそこの現状を今回本当に、真摯に、拝見をさせていただきました。ぜひ石川次長の方からですね、この茨城県の今ご苦労されているところの概況をぜひ教えていただければと。はい、2年8ヶ月、まあ、経ちまして、で港湾、それから道路、こういったところの復旧は進んで、きました。ただやはり汚染水の問題によってですね、漁業の町でありますので、大変なやっぱり風評被害ということがですね、一番ネックで、ございます。加えて観光地でもありましたので、この夏から秋の観光シーズン、ここでやはり汚染水の問題がクローズアップされたというのが一番大きな打撃でございました。で、一つ私がチームイレブン局長にお願いして来ていただこうと思ったのは、やはり美味しい魚をですね、皆さんに召し上がっていただいて、安全性と風評被害をぜひ克服したいと、ということで若い青年局の皆さんに
力を貸していただこうという思いで今回お越しいただくようにお願いしました。ありがとうございます。すみません、私が楽天日本一をお祝いしていただいたのの、はい、前にですね、まず松本局長、青年局長ご就任本当におめでとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、今回は松本体制になって初めてのチームイレブンということで、はい、茨城県に視察に入らせていただいたんですけども、松本局長がご覧になられた茨城県 の、 現状ですね、ちょっと皆さんに披露していただければと思うんですけども。そうですね、まあ、今石川さんが本当に話をしてくれた通りで、まあ、そういう意味ではインフラ的な復旧っていうものは少しずつ進んでいるけれども、しかしながら特に、まあ、汚染水の問題なんかもあってですね、復旧しかけて皆さんに光が見えかけたところで、実は問題で特に北茨城市が非常に産業として重要な、まあ、漁業を中心として非常にガクンと落ち込んじゃってるっていう状況を拝見をさせていただいて、まあ、本当にですね、まあ、もちろん今までもそういう思いで我々はこのチームイレブンの活動を続けてきましたけれども、改めてこのですね、東日本大震災からのこの復旧復興っていうのはもうしっかりとですね、我々が前に進めていかなきゃいけないっていうことをすごく強く認識をしたと思っています。ちょうど港のところのお土産物屋さんにお邪魔をさせていただいて、はい、実際港の近くだから本当は自分たちの港で取れたものを皆さんに買っていただくお土産物屋さんで、残念ながら地元のことを売ることができない。でやっぱりそれに対するそのもちろん生活面だけの苦しみだけじゃなくて、その地元の人たちのそのやっぱりなんていうのかな、郷土に対するそのすごく辛い思いとか悔しい思いとか、やっぱりね、そういうことを本当に今回特に強く感じたような印象が正直自分の中にはあって、やっぱり我々青年局がああいう声を拾ってきて、まあ、今回、ね、大島復興加速課本部長にもしっかりとその地元の皆さんからいただいたお声をしっかりと伝えて、党としてしっかりと対応していくように、まあ、お願いをし、我々としてもそれをもうバックアップしていかなければならない立場だけれども、やっぱり我々はただ観察をしに行くんじゃなくて、見に行くんじゃなくて、やっぱり一つでも前でも物事を解決をしていく力になって、やっぱり我々の活動が決して無力ではなくて、やっぱり被災者の皆さんとその国とをつなげる大きなやっぱりパイプになってるんだっていうこともやっぱり同時に見せていかないといけないなっていうことは本当にすごく感じましたよね。今回おかげさまで、まあ、私になって初めてのチームイレブンっていうことで、まあ、どれぐらいの人が集まってくださるんだろうとか、どういうお話になるんだろうっていうのが、まあ、ある意味においてちょっと手探り状態でお伺いをしましたけれども、まあ、おかげさまで青年局の仲間の国会議員も8名行ってくれましたし、また地方の議会の皆さんも参加をしてくださいましたし、はい、まあ、そういう意味では本当に、まあ、こちらの方も大勢の皆さんが参加をしてくれた。でもそれよりも何よりもありがたかったのは、やっぱりそれぞれ2カ所で意見交換会をやりましたけれども、はい、2カ所ともできちんと本当に多くの皆さんが来ていただいて、いろいろとご意見を聞かせていただくことができたっていうのはね、本当に良かったなっていうのを思います。生しらす最高に美味しかったです。翌日の茨城新聞の一面に、写真で載ったようでしてですね、はい、生しらすが食べてる皆さんと、はい、我々の様子が、はいはい、ではその様子を VTR にちょっとまとめておりますので、VTR の方どうぞ。どうぞ。新しく私が青年局長に就任をさせていただいてから初めてのこの行事に今回がなります。この東日本大震災からの復旧復興というものは、誰が青年局長になろうともやはり私たち青年世代が最後の最後まで責任を持ってしっかりと見届けていく、成し遂げていく、まあ、そういう思いをですね、一人一人の青年局のみんなが共有をしていると信じながらですね、この事業をこれからも引き続いてやっていかなければならないと思います。ぜひ皆さんの今日一日のいろいろなお力添えをよろしくお願いします。ありがとうございます。山さんこんにちは。
の新局長の松本先生。少しハマグリの、はい、ウニの蒸してかぶせちゃってガゼ焼きっていうんだよ。これは最高にうまいです。これ一口だな。一口です。はい、はいはい、これ、うん、うまいですか。うまい、最高に美味しいです。美味しいです。あ、はい、どうも。しかし今シーズンなんですか。これから秋から冬にかけてシーズンなんですね。で今まさに食べ頃の、この目が生き生きしてるこのシラスはなかなか新鮮で、なるほど、うん、わざわざの今朝取ってきていただいて本当にありがとうございます。日本全国の青年局の仲間たちの力を持って被災地の復旧復興に努めてまいりますことをお約束を申し上げたいと思います。お昼に、しらす、生しらすもいただきまして、そして本当にこれだけの素晴らしい、漁港がある中での風評被害ということも重く受け止めさせていただいております。この放射能に対しての検査をかけているのを知っているかということに対しての回答としては 25% の人くらいの人しか認知度がないと。そういう他でも食べれる魚をわざわざ北茨城まで来て、今まで来たお客さんが食べに来てくれるかというと、まさにそれは私も仙台からその地魚というふうにこだわるということで、私もそれをこだわり売りでやってきたので、140キロの方までも自主的避難を認知してあるんです。福島県だから茨城県だからないというのはおかしいだろう。皆さんの意見で変わってきます。皆さんの意見とか思いとか暮らしぶりでどんどん法律っていうのは変えられるものなんです。生きているものですから変えられるものですから、ぜひいろいろなそういった意見をぜひこの場でですね、賜れていただければなというふうに思います。本当に私ども最初被災したいわゆる世帯者に対して、そのこれ災害住民検査とかそういうのをもっと早めに、甲状腺のケースが、はい、遅れてるので、はい、やっぱり私ら年取ったらもうそれは覚悟を持ってだんだん元通りの生活に近づいてきたなというふうに思ってもらえるように、私たちは最後の最後まで必ず責任を持って取り組んでまいりますので、どうぞそんなことでこれからもご指導を賜りますようによろしくお願いをいたしまして、一言ご挨拶とさせていただきたいと思います。今日は本当にお忙しいところお時間を頂戴しましてありがとうございました。ありがとうございました。そこの対話集会の模様も今流れておりましたが、石川議員、何か女性の会の代表の方から、はい、コメントがあって、そうですね、はい、こういう自民党のですね、若いチームイレブンの議員さんたちが、また今回地方議員の先生方も、はい、ご参加いただいたんですけども、自民党がこういう若い人たちが中心になってですね、復旧復興を取り組んでるっていうことは本当に嬉しかったと、うん、本当はそういうことを言いたかったんだけども、うん、緊張して別のことを言っちゃったということで後日私のところに行ってきましてですね、はい、ぜひ松本新局長にはよろしくお伝えくださいということで、伝言を預かってきてます。ありがたいですよね。ありがたいですよね。いやいや、でもね、本当にすごくいろんな思いを、それも率直な思いをやっぱり聞かせてもらえるっていうのは本当にありがたいことでありますし、やっぱり私自身はその青年局っていうのはとにかく現場主義で、あと何かね、物事をなんていうのかな、すごくこう効率よくというか要領よく何かを進めていこうというんじゃなくて、愚直でもいいからやっぱりしっかりと汗をかけるそういう組織であってほしいなという思いがあって、でそういう意味では本当に皆さんからそれぞれご自身の立場での本当に苦しい思いというのを聞かせてもらいましたから、やっぱりそういう意味では本当にありがたいなという思いですよね。ぜひよろしくお伝えいただいて、女性の方がその当日おっしゃったのは、やっぱ原発に関することで、やはり今風評で苦しんでいるその元々の原因が、そこなわけでございまして、はい、私もすごく観光業の方と対話集会ですごく驚いたのは、やっぱ先ほど局長もおっしゃってたように、こう明るい兆しが2年8ヶ月が経とうとしていて、明るい兆しが戻って
来たかなと思った時に汚染水の問題がわっとこう出てきて、また旅館の方には月一組来ればいいかなというふうになってしまったと。しかも特産があんこだっていうことでですね、はいはい、その特産をこう何ていうか気が引けてこうなかなか前面に出せなくなってしまったという、うん、まあね、みんな風評被害ですからそれは ND になってるんですけども、それが非常に辛いというふうにおっしゃってたので、ね、何ていうかこう心が痛いというかね、今まではずっとね岩手宮城福島で我々は回ってて、それで北茨城の方もやっぱり同じように皆さん苦労されてるんだなと思います、ね、やっぱり海はつながってますし、うん、海流によってどこに流れ着くか分かりません、うん、で北茨城の方はですね福島に近いところで今まで漁場で漁してましたので、特にやはりそういう意味では県を境にしてですね、さまざまな支援に対する制度が打ち切られるということに非常に不満というかですね、じくじたる思いを思いながらですね、やはり東北の復興を先やって俺たちはその後ということで、なかなかこう大きな声は上げてこなかったっていうのがやはり現実なんですね。そうなんですね。私も、ね、対話集会に2か所目の対話集会に行った時に非常に印象的だったのが、ね、松本局長、はい、あんたたち来るのは遅いよと言われました。言われましたね、はい、やっぱりちょっとそれは本当にすいませんってね申し訳ない、申し訳なかったなというふうに思っておりますが、まあ、そういった意味で2か所今回対話集会を行ったんですけども、はい、局長まとめ役としてもまあ、その時にいろいろといろいろなご意見をですね受け止めたと思うんですけども、そこで印象に残ったことなんかはありますか？やっぱりそういう意味ではもちろんその被災地の復旧復興っていう意味合いにおいてのそういう大きな意味での政府としての取り組みっていうものも本当に重要なんだけれども、やっぱりこの段階に入ってより一層大事になってきているのは、うん、もう少しミクロな視点っていうのかな、うん、やっぱりそれぞれの被災地がやっぱり個別に抱えている問題とか事情っていうものが、まあ、かなり差が出てきているっていう実態がある中で、そういうものにもう少しこう事細かくしっかりと目配りをして、行政としての施策っていうものができるような形っていうものをまあやっていかないといけないなっていうことを改めて私自身はすごく感じましたよね。局長おっしゃる通りですね、はい、やはり細かな声を拾っていくとですね、全体的にここは加速するということがこれ現実としてあるんですね。例えばですね、茨城県の水産物の放射能物質 の期限は100ベクレルではなくて、その半分の50ベクレル以下のものしかもう出荷しませんということで、もうそこに安全性をアピールしようということで、確かに批判はございましたけども、かえってこれでですね、消費者の方が安心して召し上がっていただける、はい、ということが一つ事例としてあります。でもう一つは、はい、高台集団移転の事業ですけれども、うん、今まで大雑把に言うと10件しか、うん、10件以上、うん、まとまらないと高台には移転、できませんという、規制がありましたけれども、はい、これも細かい声を拾っていって、うん、5件から、うん、認めましょうということで、どんどん基準を下げていくことによって復興は加速していくことはこれは間違いないというふうに思いました。本当に個別にね、こういろいろなお話を聞いて、そういった要望も含めてですね、意見をお伺いすることによって新たな何ていうかこう段階に行かなければいけない、はい、まあ、それは被災者の皆さんの自立も含めてなんですけど、それをこう後押しするために我々もこれからはチームイレブンも、うん、まあ、力を入れてそのためにね、しらすでこう力を入れていかなきゃいけないと思うんですよ。実際どうでしょう、しらすは。いやいや、もう本当に新鮮で、かつ旬、ね、あの時期しか取れない、はい、もうこの時期しか取れないっていうその生しらすを本当にいただいたんですけれども、もう身は透明で、うん、でも食べるとこうプリプリとしてて、はい、もう本当に美味しかったですね。ありがとうございます。松本局長の心のようですありがとうございます。あ、これです。
一応そういうことにしておいてください。はい、でも私は残念ながらちょっとそのしらす時間がなあの間に合わなくてね、途中からでしたからね、あの食べることができなかったんですけど、あのぜひあの、うん、もう次の機会、もうね、次の機会、あのもう時期がちょっと、ね、シーズンが終わったので、でね、はい、あの来年、はい、そうで、まあ、実際にあのそういった海から取れたものもしっかりとそういうチェックをされていて、安全であるっていうものがしっかりと提供されているっていうことをやっぱりもっともっと皆さんに知っていただきたいと思いますし、あのやっぱりそういうことをね、やっぱりあのこのカフェスタもそうですし、なんかもっと皆さんに知ってもらえるような、まあそういう形っていうのも取っていかないといけないっていうのはすごく感じますよね。そうですね、はい、今度じゃあしらすぜひ、はい、来年の、そうですね、あ 来年もう来年なんです。そうです、ね、あの時期が、はい、じゃああんこ、あんこ、あ、あんこはこれからあんこですね、はい、11月今度こうあんこ鍋をね、つつきながら やるっていうのもいいですよね、はい、もうすでに先週あたりから私もいろんなところでイベントでこう出始めましたので、はい、あ、そうです、はい、じゃあまあちょっと昼間からっていうのも贅沢なんで、なんですか、なんか夜にナイトカフェスタみたいな感じでね、みんなでつつきながら、そうですね、いいですよね、そうですね、美味しさが伝わればいいんですけどいやいや、それはやっぱりこう羨ましいというのをね、皆さんにこうシェアするような形でね、で あんこやっぱり行って食べてみたいと、はい、やっぱり現地に行って食べるから美味しいっていうの、美味しさも、私の友達であんこ屋さんがいますので、はい、ぜひ、そうですね、はい、はい、熊谷大連の、はい、あのがいかに美味しく食べるかにかかってますよ。あ、僕ですか、はい、困っちゃったななのであのちょっとあのまとめの、もうそろそろ時間も来てるんで、あのまとめ、をそれぞれ石川議員とそして松本局長からお話ししていただきたいんですが、今回本当に北茨城市に行って、まあ、市長さんが来て いただけたというのも、はい、あの市民の皆様と被災者の皆様と直接こうやり取りできたというのも、多分ものすごく被災者の方にとっては留飲が下がったと思うんですね。そういったことも含めてですね、これからの茨城または北茨城被災地の茨城にどのようにしていきたい、またはどのように回復させていきたいのかという、はい、議員の思いをちょっと聞かせていただきます。あの今回茨城に来ていただいてですね、分かった通りですね、福島県とのちょうど県境なんですね。でこの茨城県の復旧復興というのは、皆さんの福島県で大変放射性物質で苦しんでいる皆さんの生活を支える仕事をまた雇用という意味でもですね、生活を再建する意味でも大変あの役に立てるんじゃないかなと、茨城県としては福島県のために何かしてあげたいんだという思いを持っている方非常に多くいます。私はその声をですね、ぜひあの生かしていこうということで、今衆議院は復興特別委員会にですね入れていただいて、で茨城県では、まあ、私だけなんですけども、この被災地の声を茨城県民ですけども、福島に月一遍いろんな形で足を運び、でそれをどうにかこう国政にですね、あの反映していこうと。福島県には福島県の代議士たくさんいらっしゃいますけども、はい、なかなか言いにくいこともあろうかと思います。それは同じ被災地でありますけども、よその県から行った我々が行って聞いて聞くことで、また国政の別な形でですね、復興にあの取り組むことができるんじゃないかなという、そうですね、はい、そういう思いで今やってます。これから本当にあの東日本大震災のその今復旧活動、または復興にかけるこの土音とかをですね、やっぱりいろいろなところで生かして全日本的にこう広げていかなければならない。今回伊豆大島でも非常に災害があったと、まあ、ああいう災害で我々が経験したことをどういうふうに、はい、あの生かしていただけるのか、また復旧復興にどのようにふるさとを回復していく手段として、方策として取っていけるのかっていうのは、非常に我々の本当に肩に総研にかかっていると思います。そういった意味で松本新体制であの頑張っていかなければいけないですね。そうですね、先生意気込みを。 ありがとうございます、まあ、まずは本当に今回の北茨城も石川さんにいろいろと骨を折ってもらって、まあ、あの市長もそうですし、地元の皆さんにあれだけ多くの方に出てきていただいてお話を聞かせていただいて本当に感謝したいと思います。でさっき熊谷さんからもお話があった通り、来るのが遅いっていうふうにおっしゃられて、我々としても本当に
こう反省しなきゃいけないというか、なかなか自分自身一生懸命頑張ってるつもりでも手の届かないところっていうのはたくさんあるっていうのをやっぱり改めて再認識をして、我々青年局もっと頑張らなきゃいけないっていう思いを強くしましたけれども、逆に言えばそれだけ期待してくれてる人もいるっていう、待っててくれた人もいるっていうところの裏返しなのかなということを思いました。小泉さんから私が局長を引き継いで、一番最初にその人事を考えるときに決めたのが、実は熊谷さんにぜひ代理で留任をしてもらいたいっていうことで、それはなぜかといえば、やっぱりこのチームイレブンっていう活動は、やっぱり青年局の重要な事業として、我々青年世代が被災地の復旧復興を最後まで責任を持って成し遂げ、それを見届けていかなければならないっていう思いを、青年局のみんなが全員が合わせ持っているそういう気持ちだと思っているので、まあ、そういう意味でもですね、このチームイレブンの活動っていうものはこれからも継続をするだけではなくて、まあ、さらにパワーアップをしてやっていきたいなというふうに思っています。まあね、この事業を始めた44代目は今政務官やってますからね、はい、そういう意味では我々の思いっていうのを理解をしてくれてる人が今政府の閣内にいるわけですから、うん、そういう意味ではですね、我々青年局っていうのがより一層さまざまな声をしっかりと拾い上げて、でそれをしっかりと政府に伝えて、で皆さんが あの時若手が来てくれて言ったことが、うん、一つでも二つでも実現をしたっていうふうに言ってもらえる形をですね、いかに作ることができるかが、まあ、本当にこれからの青年局の力の見せ所だと思うので、あ、もう一つだけいいですか、はい、であともう一つは、はい、今回神奈川県と、うん、あと高知県の、うん、あの地方議員の皆さんも来てくれたというのはすごく大切なことだと思っていて、はい、この青年局の活動というのは国会議員だけではなくて、自民党青年局に所属をする全日本の地方の議員の方々にも実は参加をしていただいている事業で、この北茨城の問題、被災地の問題っていうのは決してですね、地元だけの問題ではなくて、まあ我々青年局はオール青年局、それは国会議員だけじゃなくて地方議員、またさまざまな地域地域で自民党の青年局を支えてくれている、そういうみんなでですね、この問題に取り組んでいくっていうことを、まあ一つ被災者の皆さんにお見せすることができたっていうのもすごい大きな意味だったなというのは感じます、はい、ありがとうございます、はい、大変力強い局長のご意見、ありがとうございます。今ハートに響きました。よろしくお願いします。頑張りましょう。ちょっと見つめちゃいました。あ、ありがとうございますそういう趣味ないですか。いや、はい、次回のチームイレブンは、第18回のチームイレブンは今度は、宮城ですございます。で今回ちょっと新しい試みとしてですね、前日に入ります。10日の日曜日に被災地に入って、仮設住宅の方々と対話集会をして、そのまま仮設住宅に我々が泊まると、はい、そして仮設2年8ヶ月経った仮設のですね、状況を確認し、そこで寝泊まりして、もう宮城は寒いですね。なので、国会議員の先生方にですね、その寒さや、または仮設の何ていうか侘しさみたいなのをですね、ぜひそこで体験をしていただいて、翌日の、11月11日に、石巻市の方に行きまして、魚市場で、それこそ先ほどおっしゃられた、どのように検査をきめ細やかにですね、しているのかなどを視察をさせていただきまして、また漁協関係者の皆様と対話集会をさせていただきたいというふうに思っています。その後、女川町の方に行って、昼食を取り戻ってくるということになっております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。参りますので、はい、ぜひ今回は本当に新しい試みでどうなるかわからないです。本当に泊まりながらやるということは本当の、まあ、本当のという意味、まあ、何も深い意味はないんですけども、こう泊まって寝泊まりを一食、寝食を一緒にすることによってですね、うん、本当にあんまり今まで話せなかったようなことも、うん、こうぶつけてくる、まあ、ぶつけるというと失礼ですけど、こう、ね、でポロポロ出てくる本音が出てくるかもしれませんので、それはぜひ耳を傾けて、いただきたいなと思います。まあ、本音も聞けるし、また本当に皆さんが肌で苦しんでいらっしゃることを、まあ、その一端でも我々が実際に経験をできるというのはもう得難い
経験になると思いますから、それをしっかりと持って帰ってこなきゃいけないですよね。またこの場で報告をさせていただきたいと思います。それでは皆様、チームイレブン第17回の茨城県の報告を終わらせていただきたいと思います。では皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。